ケス、イニエスタ。はい、どうも、グルドッチでございます。本日はね、この選手紹介していきたいと思います。バット評価7かな。食事中の皆様、大変申し訳ございません。はい、ということで、切り替わりまして、イニエスタ選手をね、紹介していきたいと思います。ただいまね、13万ぐらいで、作成することができまして、身長171センチ、役割式高い、守備式普通、利き足右、スケレムーブ5、逆足4となっております。じゃあ早速ね、能力見ていきたいと思います。はい。で、能力なんですけども、イニエスタ、なんかな？完璧超人ぐらいの能力は知るんですけど、はい。まあ、特筆してるところはやっぱシュート部分、ドリブル部分。うん、あとパスがね、視野99、ショートパス99というところで、いやー、マジで攻撃センスエグっていう感じですね。うん、ただもんじゃねえわ。こいつはただもんじゃねえ。シンプルに。はい。で、選手特性なんですけども、負傷癖、高精度シュート、プレイメーカー、アウトカプチンプレイヤー。いやー、高精度シュートついてるのもいいよね。はい。はい、で、連携スタイルなんですけども、まあ、正直ね、ほぼ何につけてもいい。それぐらい強い。まあ、俺はシャドウつけてるんですけど、シャドウつけて割とね、かなり守備もしてくれるんで、割と俺はおすすめなのかなと思います。めっちゃ強いよ、こいつ。はい。っていう感じで、スカットなんですけども、スカットやっぱちょっと組みにくいかな。リーグ的にもちょっと組みにくい。まあ、スペインなんでね、アイコンのスペインの選手とは緑ケミで繋がれるので、ここら辺でうまく繋がったらいいかなとは思います。あとは、そうやね。まあ、ポジションはね、中盤でも前線でもいいかなと思いました。前線で使ってもバチクソ強い。もう正直使いたいとこで使ってくださいっていうレベルではありましたね。はい。っていう感じで早速動画見ていきましょう。はい、ということで試合動画見ていきたいと思います。じゃあまずね、操作性から見ていきたいと思います。じゃあまず操作性ですね。スピードがあり、非常に軽く動ける操作性ということで、ミニエスタ選手カリカリやばいぐらい軽いかなとは思いました。しかもスキルがね、4から5に上がったりとかしてて、ドリブルも非常にね、軽く、扱いやすいものとなっております。まあ、こういった抜けもするしね、めっちゃいいと思います。ほんでね、自分がね、めちゃめちゃおすすめしてるリビリーという選手がいるんですけども、本当にね、その選手と同じで、スキルがね、あんまりなくて緩急だけで抜けるというか、そういったドリブルタッチをしていますね。で、パスだったりとかもね、非常に上手くて、軽いし、シュートも軽いし、ドリブルも速いし、攻撃、俺めっちゃ痛い やなと思えるような選手でしたね。めっちゃ強いと正直に思いました。ほんでね、一応ね、ディフェンスだったりとかもね、一応ね、かなりしやすい。ジョッキー速いし、扱いやすいし、まあ、こういう攻撃はね、癖みたいなのがあるんですけど、守備もめっちゃしやすい。取ってくれるしね、結構。だからちょっとね、どこで使ってもいいかなって、どこで使ってあげるのが一番いいのかなって考えて、どこでもいいよ、こいつ、ほんまに。前線使ってもいいなと、個人的には思いましたね。はい。っていう感じで次は AI についてですね。相手のラインを見ながら適切に動く AI ということで、イニエスタ選手ね、割とね、裏抜けるような動きしつつも、相手の最終ラインを見つつ、こういった形で、今も全然出たんですけど、止まったんですけど、今、見つつ動いてくれるので、俺は非常にやりやすい AI だなと思いました。こことかね、いいとこにいてくれんのよ、AI も。攻撃 AI もめっちゃいいから、正直ね、めちゃくちゃ強いのよ、こいつ。もう本当にすごい。天才的なハゲですね。言っちゃダメやけど。天才的です、マジで。
本当にそれぐらい素晴らしい AI かなとは思います。守備もね結構戻ってくれたりとかするので、うん、そこら辺も安心かなと思います。こういう感じで持ってくれるのでいいのかなと思いました。はい、っていう感じで良かったってんですね。スピードのある細かいタッチ、構成のパスシュートって感じで、もう好きにできるよ。キリキリ前、キリキリ前、キリキリ前です、完全にもうすんごいやりやすかったです俺は。あ、前線にいたら非常に点をガンガン取れる選手かなと個人的には思いましたねやばいよ、はい、で良かった点ですね。逆足のミスがたまにある、スピード乗ってるとね逆足で、シュートが変な若干甘いコースに行ったりするのでそこら辺気になるかなと思いました。はい、ということでイニエスタ選手の紹介していきたいと思います。まあ、ただまあ12万ぐらいかで作れまして、能力は本当に強いわこいつ。あーすんごかった。まあ、スキル5もあるしねっていうことで、もうとんでもないことになってましたイニエスタ正直舐めてるね、舐めてた。でもこういう選手ね本当に実際使ってみるとめっちゃ強いみたいな、能力こんな感じだけど使ってみるとめちゃめちゃ強いみたいなのがあるんですごくいいなと思いました。はい、っていう感じで、1人目見ていきたいと思います。はい、リベリー選手ですね。152万の選手でした当時は、はい、で能力見ていくんですけども、ね能力はね本当にねイニエスタ選手と比べると、まあ、スピード部分若干本当に若干負けてるだけであるんですけど、それ以外も上位互換、本当に上位互換。あ、ボディタイプも一緒だし、スキル5、まあ、逆足こっちが5か5なんで、まあ、こっちが有利とはあるんですけど、にしても強いよ。ボディタイプが一緒なんでやっぱ自分がリベリー使いやすいっていうのはあったんですけど、本当に上位互換やと思いました。強いよ、守備もするしこいつ強いしかも12万なんでお買い得かな、そうと思います。はい、っていう感じでもう一人紹介していきたいと思います。はい、でまた SBC になっちゃうんですけども、92のコーチーノですね。皆さんウィーケンでめっちゃ使ってる人が多い言われてる感じですね。はい、で能力見ていきましょう。で能力見るとやっぱりスピード部分かな、スピード部分がやっぱ負けてる部分であるんですけど、それ以外本当に全部常用感、ドリブルもねやっぱりね結構めちゃ良かったんで、俺正直ねコーチーノよりイニエスタの方が強いと思う。うん、強いと思います普通に。うん、コーチーノ使ってる人なら多分ねイニエスタ使ったらやばいって言うと思う。うん、正直ちょっとケミ合わせにくいんですけどね、ちょっとケミはあまり伝えにくいんですけど、使ってもいいんじゃないかなって、それぐらい強い選手かなと思いました。はい、ということで最終評価していきたいと思います。はい、ということでイニエスタ選手の最終評価ですね。いやー、もう使ってみるとね、わ、ちょっと思った以上にね強かった。なんか、来てくださってる視聴者さんでコーチーノより強いとかね、そういうの話あったんですけど、マジで強いかも。うん、あ、めちゃくちゃ強いかもしれないこいつは、ほんまに。うん、ちょっとケミの部分ちょっと気になるんですけどね。はい、ということでイニエスタ選手の最終評価は星5つです。ということで俺はめちゃくちゃ強いと思います。あ、ケミの部分は本当にね気になるんですけど、それを凌駕するぐらい強いと思う。俺はこの値段、この能力、この強さしようかな、俺はめちゃくちゃ強いと思います。うん、俺は取っといた方がいいんじゃないかな。あ、この安さやったら別に痛手にもならへんし、俺は取っといた方がいいと思う。俺はめちゃめちゃ最近の中ではめっちゃおすすめだと思う。はい、という感じでこの動画が参考になれば高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。